にちは、トコチャンネルです。今日はなんと島みゆさんの登録者3000人記念のプレゼント企画に当選しちゃいました。イエーイ、パフパフ。まあ、交換を入れるのめんどくさいで自分の口で入れた。じゃあびっくり、箱できたでびっくり。まだね、これ剥がしてちょっと中身そうよねって確認したんだけど、違うのを開封の気したらあかんやん。なので今からベンベンベンベー開けます。ここまで見とんだけど、じゃじゃんじゃん、見えるかな、じゃんじゃん。変なもんが入っとって、変なもんじゃないよ、個人情報が入ってたからでゆっくり開けてくれ。変なもんってどういう言い方やねんけど、すいません、変じゃなくて個人情報がね、私の私は漏れてもいいんやけど、ちまみゆさんの漏れたら感じね。すごい、このみんなさ、素敵なペーパーこうやってね、やるよね。私いつもボンって入れるだけやで、考えなあかんかな。私こんな丁寧にプレゼント企画できないんだ、梱包が。メッセージがある感謝企画、おめでとうございます。やっぱね、日々ね、コツコツとね、努力されてる方だからこそだと思いますね。100均購入とかね、リクエストの作業動画とかね、お仕事されて忙しいはずなのに、家でゴロゴロしてる私よりもちゃんとされてる、本当に素敵な方だと思います。いいよね、 めくりま、これ多分このメッセージは多分最初からついてるような気がするというところで、個人的じゃないと思うんで、てれれーてれれれ、ペーパーかわいい。これはこれで中に使わさせていただきます。シワをぐらいは気にしない性格なので、こちらにチャラン、箱もちょっと下げて、じゃーん、初めて手にする作品だ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。これって私へのメッセージよね。ありがとうございます。水曜日のアリスナの扉のちっちゃいね。大須にあるんやけど。こっちは愛知県ね、くぐるの大変よね。おお、一歩ずつ、この紙質、不思議な不思議な。そしてこれは鑑賞代金、そしてメインのバッグが、はい、じゃ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 ーん、ボー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 、こちらもいただきます。ちゃんとね、そこにもねペーパーが引かれているの。私いつもそのままペレンって言うとんで、私も見習う。こういうペーパー入れてそこに引いたり、これも使う使うってということで、ちょっと箱は溶けていただきまして、はい、ではね、メインはちょっと後にして、まずこちらからどう開けばいい、どう開けばいい。私さ、老眼鏡今頭の上に上げとった、めやんと思ったら、ちょっと待って、本当にめやん、あった、ここやね。あ、これもこういうラッペ、私さ本当にこういう才能が、
ょっと待って、これどんどん剥がってまいれ。ちょい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 、あれ今ちょっと動いたよ。ラララララン、こういうなんか布、布布じゃないな。え、布、いや紙、布、どっちかわからん素材のもの、どっちかわからん素材のものって、こんな素材もあるんや。じゃあ横に置いて、わーお素敵。私こういうのどこで買うかよくわからんのよねよくわからんの、あのなんていうの、シーンとかで都会で行くで昔買っては見たんやけど、あのよく見やんとピッて買うもんで、ちっちゃい、ちっちゃいのとかね、あれっていうサイズ的にあれっていうのしかいつも買わんもん、間違えて買うもんでさ、これ大きいの欲しいなと思ったんよマジで。あの私最近ねジャンクジャーナルにねちょっとずつチャレンジしとんやけど、気づいた、あの多分ね常識的なジャンクジャーナルはよう作らんで、もうトコジャーナルっていう新しいジャンルを作ろうと思って、もう可愛く作るっていうね。ジャンクジャーナルの形もしそうやけど、もう可愛く作っちゃってあれっていうね、モノトーン系のあのなんていうの、モノトーンっていうか、大体なんかジャンクジャーナルってモノトーンっぽく見える色合いで作られる人が多いやん。あれをね、カラフルな方もいるのかな、わからんけど、あれピンクっぽい可愛い、ごめん、セロテープをもうめくり旗でもう咲いていくっていう荒技に今出てますあれちょっと待って、どうなってる、私本当にこういうの取るの苦手で、あ、セロテープやで、ちょっと待って、分かった分かった、セロテープやでハサミを探すのよ、取ろうと思ったらハサミがない、あれハサミどこ行った、またハサミをなくした、あ、おったおった、ここをちょんと切りゃいいやね、ちょんとね、よいしょ、これこれやな、ちょんと切ればいい、チャータイムめっちゃね、今日っていうか昨日の夜から喉が渇いとんで、きっと血糖値が高いと思いながら、じゃじゃーん、嬉しい、これやったらこのままこうやってね、ジャンクジャーナル作れるし、だから私ミニが多くなってきてしまった、これやったら A5 サイズっていうの、ほぼ A4 って自分で言っときながら、ちょっと短いか、B5 ぐらいかな、ってことは B6 サイズの作れる裏もある、すごい、 B6 サイズチャレンジ、あ、ケロッピちゃん乗ってこやんといて、印刷ね老眼鏡したってもう見えてないサイズ、あの老眼鏡合ってないんちゃうって言われそう、あ、多分こっちが前かな、まあいいやあ、え、でも待って、あれあれどっちでもいいよね、で、こう両面ピンクがあるって言うのも嬉しいよね、ピンクでよねピンクがあるっちゃ嬉しいよね、ありがとうございます、でもどうしよう、持ってないこういうの嬉しい、欲しかった、なんかいつもちっちゃいのならね大量にね買うんだけど紙を持つ紙どこやったのか、続きまして今こちらがこちらに来た、これもね同じ紙、あ、これは違うわ、紙ですね、表面がトリンってする、トリン
トリンってすぐシュー、おお、へえ、いやいや、絵がいっぱい載っているのを見る。え、アミファさんなんこれ。最近百均もろくに行けてないもんでさ。あ、ちなみにこの動画の最後に、もうここまで来たから言うなって、最後にね、ちょっとお知らせとか、私のお知らせが入るんでちゃんとそこにアイキャッチ入れとくんで大丈夫です。言ってからね、アイキャッチ入れて続きをやってくるんで、じゃあアイキャッチ入れて続けばいいか。へえ、こういうのが、おお、これも知らないわもうほんと百均オンチ、最近百均好きって言えやんよね。かわいい、こっちの見たら映画見るね。にゃんこちゃん、これも知らない。あのトレーシングペーパー素材、あ、これ裏見てましたね。これは、これはここが開いとって、これで見れないかもうだからさ、百均全然行ってないもんさ、どうやって撮るか見るかもう忘れとるというね。こういうのはね、全部まとめ、あ、いや、まとめて撮った方がしまうときにしまいやすい。気になってめくりに来るちょっと待って、めくれ、あ、え、ちょっと目がボケる。自分でカットじゃないよね。え、ちょっと待って、あ、あるある自分でカットって、ああ、おっほう、うん、マスキングじゃなくてトレペ素材やった。あれ、私重ねとる、これ、あ、そういう柄か。すごい、そう、全然わからない。これはガイアか。よいしょ。コラージュに使わさせていただきます。すご、すごって。では、シュルーン。一個ずつさ、すごい袋作られてるのが丁寧よね。続きまして、カモイ、え、これ何、カモイのハイ、ハイトリガン MT、 あ、そういう、そういうやつ、そういうやつ、もう裏がね、そうそう言うのですけど、なんていうの、和紙っぽい、和紙っぽいっていうの、なんていうの、繊維が見える。嬉しい、蒸気で合います。もうほんと今日朝から朝、ちなみに今8時17分だけどさ、ちなみに撮っとんのが6月15日だけどさ、もうすでにさ目が見えてないっていうあかんやろっていう。緑の森に舞い降りて、いやー、バスソルト&ハーブ、お風呂のティーバッグとどうやって使うの？このやつスーディーね、落ち着きのあるフォレストグリーンの湯色と同色、なんていうの、お湯の色好きなんよ、入浴剤。そうやって言いながらも全然お風呂に使ってないで、自分で買ったやつも溜まってばっかおにやけどさ、朝の作業前に、あ、作業前にね、もう動画始めちゃったから、これもやってゆっくり寝とったら怒られるよねまあ、あの、自分で作業動画する時の前とか、寝る前、寝る前、寝る前じゃないかな、リラックスの時にでも
使わせていただきます。マジでもう最近目がさ、目薬頼りっていう、目薬でなんとかこう目が見えるようにするんですね。そしてこちら、ちょっとお茶、あいで、お茶飲みます。あ、くるみがどっか行った、くるみー寝とるんかな。最近ひたすらのさ、レベルアップした。ああ、もう蓋作るときに埋め込んじゃうもんね。で、同じペーパーを貼る。すごい。あ、私もこれしてみよう。ね、これ。レース使います。あ、ちょっと。で、今気づいた。結束の音にやろうって。正解になってます。私の好きなこのダイヤっていうね、あのケッケランとか、あと蝶々さんのとか、星さんとか、リボンさんがいっぱいいる。いやー、これはネネさんとこのペーパーだったのかな。で、パテーパーおおで、めっちゃ、これちょっと外外してもいい。これはこれでちょっとポイントいってと。気になるのはね、作り方。あ、違った、これこれ。とりあえず中身を、いった中身を出させていただきます。そうすると、あー、見てて。これ多分そうやね、中身を出すと、この中の裏側、この裏の絵が見えるように作られてます。このあ、やっぱあれやね、袋の中に、あ、袋じゃない、これビニールのこのね、クリアポケットっていうの、クリアファイルっていうの、あのクリアのやつの中にこのペーパーのを入れて、でここで止めて見えるかなね。私もこれが一番、あのこれが動いて綺麗に見えると思うタイプ。あの私も袋に合わせて平袋を突っ込んで、で空いとるところに入れると、これやったんですけど、これが私も下にすごい好き。あの、ちょっとこっちばっか片取ったらあかん、またファイルがあんにゃに。レタセでございます。あ、レトロ昭和みたいなやつで、こっちも、これレタスですね。これ竹井美希さんかな。で、これはリーベさんかな、かなっていう、最近買ってないもんでわからない。で、こちらなんでしょう、それステッカーかなと思ったけど、なんかちゃうよって、あの人物ステッカーのあんなのとちょっと違うよ。で、ちょっと初めて見るもんで思いっきり開けてみる。気になるからさ。ちょっと袋もかわいい。ステッカーにしてくださってるってことですか。すごーい。この眠ってるっていうか目を閉じてる人好きなの。へえ、こう言って、いいよね、こういうのこう後ろにバンバンバンってバンバンって言いながら、そう好きな背景にこういうの、あのこういうのをさ、ちょっとこう色合い的にさ、わざとちょっとずらして、でもちょっと言っても青がちょっとくどいで、こんな感じでね、こんな感じでね、で、こんな感じでね、あの人だけにしたらね、これはもうこのまま使いたいと私は思う。あ、私も逆にした、こうか、
見えてる、みんな私自分が見るのが必死で、みんなのことはいつものことか何も考えずに自分が中心の人間やで。時計の向きで言うと、こうか。本当にね、こういう針の時計は苦手な向きを考えて。これいいよね、ハートがね、こっちでね。めっちゃ悩んでる。あ、これわかる。これ十二時と一があると。十二と一があるとパッと見えるとパッとわかるけど、こうか。じゃあな、あ、じゃあね、数字の方で。うわーい、いっぱいありがとうございます。これピーめちゃめちゃたくさんありがとうございます。袋もね、めちゃ気になったのはこのここね、この素材を、多分これもねシェーカーが上 いかんように止めてあると思うんやけどね、いろいろ気になりまくっているとこだが、それはゆっくり後で見よう。さあ、メインです。ですって言うなって。ごめん、日本人で英語苦手な。それでは、どっちが前になってるのか、こっちかな。開封していきます。下手くそなので、バスンバスンと外させていただきます。バック型っていろいろさあるやん。このだいぶ前にアピソルさんのね、何だっけ、ハンドバック風じゃがらを動画で見て、実際のライブでね作って、時に一緒に作って質問しながら作ってんけど、なかなかね、私もこのバック型のジャバラは作るんやけど、あんまバック型、私もともとはジャバラじゃなくて、単なる本当にこう入れるとこがあるっていうだけのしか作ってなかったので、あんまこうサイズ感的にね、ジャバラが変なのよ私の。ちょっと待って、この柄と思ったけど、じゃあね、またこれを外すんやね。はい、この外し方下手なのでごめんなさい。ビリビリでいきます。そこは開封も梱包もエラーです。はい、テレレレテレー、じゃーん。このさ、フクロウちゃんが可愛かったのよ。あー、でも端から端まで舐めるように見ていく。立体にね、なってるよね、立体コラージュに。さ、こういう風にこう、ピッて入れたりとかさ、こういう使いがめっちゃ下手くそなんよ。こういうのが手回りに入れたら可愛いね。リボンもこう、さりげなくピッて入れたりさ、これも立体コラージュ。すごー。これなんやろ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、いい感じにこれめっちゃ綺麗。ここにもあったわ。鼻の真ん中にするといいよね。今気づいた、私もまあ寝よう。すごい、舐め回すように見させて。舐め回すように、言い方が悪いんで。これペーパーは、またそこに取るペーパーは別物なんよね。こっちはこっちでベースにペーパーがあって、多分これね、でこの辺コラージュのが入っとって、これ多分ベースよね。この隙間から見えとんって、そういうとこ覗くなーって。かわいい、フクロウちゃん、かわいい。フクロウミミズク大好きなので、
まだまだ本体まだよ。本体まだよ。おお、え、ちょっと待って、これすごい作られたの。おお、嬉しい。あのね、ちょうど今髪の毛邪魔で、めっちゃ邪魔でね。はあ、え、ちょっと目がかすんだ。それで、これなんか染められてるよね。おお、こっちにも。で、ここもベースは多分裏とね合わせてあって。おお、大カット、あ、かわいいね、この大カット。こんな台欲しいな、探そう。ね、あのフリルになってる台いいよね。で、これはねねさんのおばちゃんかな。あ、こういう風にね、あの立体にカットされる。これ多分デザピか何かをカットされたんちゃうかな。で、多分何かにデザピ自体が厚みあるのか、何かを補強されてるかわかんないけど。横から見ようとするなんて。多分デザピかな、子供かな。で、こっちにも出る。さあ、こういうのって、これめっちゃ可愛いね、この角で、ね。こういう風にね、統一感をね、立てるのね。舐め回せるじゃん。そして、持ち手は、皮？ゴヒ？どっちだろう。ちょうどいい感じのサイズ感でございます。で、これかな、これがと持って、ピュって。やっぱこれも染めてるんかな。いやー、かわいいね。あ、はい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 。これね、すごい、持ちやすいっていうか、止めやすい。よいしょ、掘りね。気になるのは、この、これ、何で止めてんの？あ、ゴム？あ、はい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 。こっちも、そういう風になってるのね。そして、テレレレテレー。え、ちょ。あららら、蛇腹の形も、スーって切って、スーって切って、言うとにゃ。どっちから行こう。こっちから、袋じゃん、袋。見て、待ちあり。待ちありで、しかも、見える？あの、待ちありなだけに、こう、膨らんでもいいように、そこが、あの、開けてある。こうくっつけちゃうと上しか開かへんやんね。すげえ。あ、これがもろそうよね。厚みが、下に厚みが来てもここが開いてるから、見える？見えとる？開いてるから、あのちゃんと役割的にこう詰まるっていうか、そこにうっていくんじゃなくて、ストッて入るようになってる。すごいアイデアだなぁ。おー、ジャバ、そう、ジャバラすごい。マチ付きのね、こういうポッケ作っとる方もね、見えるけど、私これ全部こうやってくっつくんかと思っとった。で、これでもこうやって開けばもっと入るもんね。はい、ということで、ブツブツ作り方を、まちまちと見てごめんなさい。気になっとった、めっちゃ。もうね、人が作られる作品っていうのは気になって気になって仕方がないの。何で止めようとこにゃ。じゃあもうちょっと可愛いもんで止めよう。どうせなら、あのクロミちゃん好きやったっけ、この子らに止めてもらおう。ちょっと開いてくるの。はい、まずこちら。いや、なんでまた喋りすぎてんのかいな。もう嬉しって嬉しいしゃあない。おおおおお、トレペで、トレペで封筒もいいね。てか、よく考えたらトレペの封筒あるんやで、売っとっていいなと思ったら自分で作ってもいいんやね。トレペでの、トレペでね、トレペのおうちゃって。はい、皆さんコラージュですよ、コラージュ。じっくり見てください。ちょっといつもね、アップ気味にしてあるよ。
いつももうちょっとこの固まったのまるっと見えるような、ちっちゃく見えるようなサイズ感で、一つこれはアップかけてます。はい、やーん、寄せちゃん、風の子さっちゃんで勝手に名前つけました。あ、裏もあります。今気づいた。あ、これってもしかしてミッチさん、これはミッチさん。私このボーダーコリーが欲しくて買った覚えがある。ボーダー買ってたのよ。このぐらいの長さの子は黒じゃなくて茶色の子で、もっと毛のない子が白黒の子やった。ボーダー2匹飼ってたんです。2匹って言ってもうち犬全部で11匹飼ってたんで、そんなに犬飼っとんのにさ、もうくるみに振り回されっぱなし。大人になってから飼うって難しいなぁと思って。くるみがね、気弱いんやけど、もうちょっとアホやったらよかったのって。言葉わかるんよ、あいつ。あいつってよ。そうなの。悪口のことを気づく。気づくのよ、今は。ここにおらへんでいいけど。いたりする。多分寝室どこ行ってんのかな。いい。マスって あのマジックテープ、マジックテープで貼っとるよね。このくっついてバリバリってね、貼っとるよね。こうやってするのもええな。やっぱ人のって見るものやんね。ね、そう、私いつもこのなんていうの、曲げないやつ、曲げない蓋のないやつ、どうしようっていつも思っとった。中にマジックテープっていう、あ、あとたれ、ちょっとね、私から間違えとった。こうかな。こう、見える見える。ここにマジックテープがあるんです。反対側もこちらに。で、なおかつトレペが、トレペ入ってるし、表面のこのペーパーも、薄い。いい音。ピロンってなんか音がしとる。これまだ何時でないな。相撲です。はい、こちらも行きます。下手に怒るとさ、上ジョギやジョギやそこに撮ってね。下手に怒るとさ、仕返しされるの。飼い主の怒ったら逆ギリしてくる人が、どういうこと。本当か、かわいい。初めて見る、こんな目も。そんなうならんでも、ちょっと待ってくださいね。違う。歯磨きがもげてる。いいよ。顎乗せるんじゃない、はい、ちゃんと加えてください。もう悪口言うやん、そこに置いて。言うと仕返しされる。怒ったったらめっちゃいない時に逆ギレされまくりよ、私。泣きそうになった。可愛い。
ここに今から何か色を塗る、水色で塗るのかな。これ多分箱ないけど、こういう箱も作ってみたい。でもこれはダイカットがいるよな、この辺。フリーハンドでやれるかなと思うけど。あ、この子好き、この子好き、この子好き。この子好き、すごく好き。いちごの子、いちごの子って。なんかで見かけて、私もちょこっとだけ持っとる。本当に2種類ぐらい。いやー、かわいい。めっちゃかわいいやん、いちごの子。いちごだらけでも。いちごの子はかわいいけど、私フルーツいちごは、練乳たっぷりかけやんかけて、普通には食べれない。スパー言いながら食べとる。さっきから恨みのずっとけど。白でよかった。お、パンチされてる。あーい叫ぶなんて。にゃんこ、あれちょっと、にゃんこ、ちょいちょい。あ、ちなみに猫も十何匹、子供の頃、親がってか、家で飼ってました。猫をしつけすることないで。うち父親がね、一匹だけめっちゃ気に入っとって、お手とか、ね、お手じゃない、にゃんはって言って泣くのを教えとったけど。あれ、このクマちゃん可愛い。この子ちゃん可愛い。あ、女の子どうしたの？あれ？間違えた。この顔びっくりした。ピンゲージバラも好き。ストロベリー、ちゃんと今ストロベリーで、自分が正面にっていうね、ストロベリーのこと。ベリバリーレイスライプ、なんだっけ。あはは、なるほど、描けばいいと思うね。かわいいな。最近メモとかもさ、本来なら100均とか、100均あんまりメモだよ、これでいいやん。ちょっとかわいいさ、そういうファンシー系のお店行って買うってやっとったけど、最近そういうお店もさ、あんまもう扱わなくなったよね、メモとか。人気ないんかな。ないんかな。レターセット売っとんやけど、あとシールとやけど、かわいい。それ以外はね、はい、2つ目のポッケいきます。全部でね、2、3、4、5、5個あります。たたおりなどで君たち頑張って押さえといて、よいしょと。で、二つ目のいきます。うっせえなやつ。よいしょ。おお。ブライスちゃん、うちはブライスちゃんのバッタモンのディアナちゃんがおるで。もうバッタモンって、すみません、静かにしてくれますか。撮影中です。レースの静かにしてって言ったやろ。なに、こっち来なさい、ほんの文句言ったら。かわいいです。かわいいです、すごい。で、これもレースで、ここ入ってたかな。
で、これがこう上に揃って、そう、私が外したで落ちてきたやな。押して、押して。私に文句言ってなんだ。リボンのクリップかわいい。はい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 、すごい袋でもこのくぐ、ああ喜んで遊ぶ。ごめんね、あのごめんごめん、真ん中でやりしてるね。こう外してこうなのよ。クラス今一周回そうとしてたよ。あ、回る回る、すごい喜ぶ。すいません、遊びたくなるので、でこう、おお、すごい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 、ちょっとごめんなすって、ちょっとごめんなすって、ちょっとごめんなすって、すごい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 、おお、ちょい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 、どうだろう、すごい、あ、こういう風にしてちょっとこうオールとかこう入れて、あー、こういう風にボケするのもすごいね。ごめん、こっちばっか見て、こっち見ろやんね。めっちゃこっちばっか見とった今。でもそこまでじゃなくて、ここまでね、あの見えるところですね。この子らは下まで、すごい、あー、この子もこっちに寄ってって、こう、じゃあ、ええかいなと、ちょっと、いや、何並び方がわからんとね、せかいや、だけ手とかさ、なんか、かゆいよ、手とかかゆいよ。で、シガーバンド、いろんな種類。おいちゃん、おいちゃんって言うんだって、おいちゃんって、まっすぐ、まっすぐね、うん、エレメットラベルにフロアワイフィーナフィン、じゃあ、うんじゃないもんね、いいな、バラン、けど鳥がかわいい。切って、で、これが、これは何なの、これもラベルか、エクスパート、ちょっと先にちょっと後ろがね、見えるよね、そして後ろはね、なんかのラベルやね。わからん。読めんかった。マイアミだけ。読めてない。いろんなラベルあるんですね。この前ラベル買って初めて、へえ、どうな、自分で買っときながら、へえと思って見とった。あとおまけでもらったのとね、で、ラベル、ほう、へえと思ってね、あ、これこっちゃったっけ、こっちゃったっけ、ちゃうな、真ん中やったな、多分。で、この子がこの辺におったような気がする。センスよく入れてもらってあったのに、とこにはこういう並べるセンスもない。シガーバンドはちょっと、あ、こういうファイルなのね、すごい。で、ちょっと止めとくよ。
ほんでこうちょっと止めた位置がちょうど綺麗な位置ってすごくない？おお、裏にも、塀ばかりだ。いやもうこうやって人様の工夫が見れるのがすごく嬉しい。嬉しい。I'm amazed。楽しいよね。こっちからこっちの向きに入れたんじゃね。はいじゃん。はいじゃん。こっちから見たい。あ、なんかちょっと気づいちゃった。あのインド刺繍リボンっぽいやつをこの自分で大カットに切ってみるんじゃん。すごい。でマグネットもう全部こう綺麗にしちゃうね。すごい。ほんでペーパーのところの絵で大カットにされてる。すごいすごいって。へえ、ほうふう。もうなんか驚きのため息が出ちまうぜ。いや、で、気になるのがさ、トレーペがこっちに重ね張りされて、こっちもそれでいい音になっております。はい。で、中身はと言いますと、ステッカー、ここかな、リボン、レース、あ、さっき使ってるレースじゃん。あ、こういうのを使うね。見てなかった、ごめんなさい。タグ、自分だけ見てるレース。こうだね、グリーンだね。いいんだよ、グリーンだよ、ごめん、言いたくなった。アホなことばっかり言いたくなる。じゃあな、こっちか。いや、こっちか。分からんけど、こっちかな。あ、バックシャンのお姉ちゃん。バックシャン言うなって、歳がバレる。どっちでもいいね。お姉ちゃん。お姉ちゃん。あ、いいサイズ感。こういうサイズ感、なかなかないで。ねえ、もう、だいたいこのサイズ感欲しいと思うと、ついあのファラさんのね、何だっけ、ベイビードールを使ってしまうけど、いいね、いいねって。だってなんか文句言いながら寝とるなやつ。はい、くるみね。バックシャン。あ、リボン、これね、実体のなんていうの、立体にしたくないときにめっちゃ嬉しい、このユニボン。え、ボタンのシールってあるの。へえ、いいね。こんなんもあるの、ペーパーフラワー。はいはいはい。こういうのってさ、あの、何だっけ、あの、ペーパークリップ作るときに嬉しいよね、サイズ感的に。ミニフラワーで香水の瓶、フレーム、そして黒いたぬきさんと、花束持って、あれ、ず、地球持っとんのと思って、そんなわけないよなと思って、自分で言ってアホやと思った。もうなんかね、見入ってしまっとんのよ。あ、全然見たことないステッカーでね。あ、見とるかもしれんけど、私の記憶にはないで、ないでっていう。この子かわいい。あー、色っぺい人魚さん。あ、ちょっとエチエチー言おうと思ったらちゃんとブラシ取った。久々のエチエチコールがと思ったけど、デニム
すごい、これポッケにしたら、ポッケでポッケにしたらいいんじゃん。で、ちょいとなんかこうね、挟んで、かわいい子をぴょこんって見せる。あ、いいな、なんか使おう。でもせっかくのポッケで、ポッケ貼っといて、なんか仕掛けに使えたらいいな。ちょっと考えよう。うわー、ありがとうございます。めっちゃ楽しいミトって、なんかいろいろ想像ができてしまう。これ、ああしたい、こうしたいみたいなね。はい、続きまして、こちら。どうしよう、ちゃんと取れるかな。やばい。あ、取れる。いや、本当は普通の人は綺麗に取れるんやけど、私に限って、うわ、すごい。中の人にはなれなく、例外人物です。で、真ん中が抜ける。よいしょ、混んでるかな。よいしょ。おー、こちらにもステッカーありがとうございます。ふんだんに入れてくれとる、めっちゃ嬉しい。なんか物思いに言ってますみたいな。あ、こっちの人魚さんはなんかあどけない、生まれたての人魚じゃない、生まれたてじゃない、大人になりたての、生まれたてのって、生まれた子がなんでこんな大きい子なんていう話やね。あ、かぼちゃの馬車ならぬ普通の馬車。でも青やで、なんか死ん、あ、でもかぼちゃにした方がいいかな。シンデレラに使えそうって言おうとしたけど、やっぱちょっと色的に無理かなと思って。黒いバラ好きなんです。おお、こっちとこっちのね。おお、こちらもステッカータップし、しまうときは手元で丁寧にしまう。おお、喜んだ。どこでか、おたけびあげとんねんっていう話だね。おお、ちょっと待って、あと2つのポッケで終わっちゃうよ。はい、じゃん、かわいい。で、どっちだけど、ここで開けようとしとった。まずこっちのコラージュ見させてるとこ。お、綺麗な瓶。香水瓶。で、シール。バックシャン少女。おー。で、こっちは、え？びっくり、あ、あー、え？あ、ここをね、出し取るもんってやつ。で、こっから屋上に切ったんとって裏見たら普通やった。あー、ここも中に仕込んである、すごいな。うん、でこれでこうパチってこう来るのがすごいよね。向き間違えずにっていうね。全部出していいんやね。どうしようちょっと待って、今気づいた。これをこう引っ張ってきたら、しょ、なんか引っかかった。あ、これかな。すっげー、ポッケが袋の中に入ってた。英文の2個ついてつか、もう破ってや。おお、悩むな、どっち使うか。
すごい。アイディアがすごい。そしてこちら。引っかかるんや。目が引っかかるってどういうことってなる。これは。目が、まあ、ちっちゃい細い目だけどね。まあ、ちったかんっていう。私さ、今やっと9時になったんやけどさ、この時間で本当もっとテンション高いんやけど、あのこの時間帯まだ熟睡中なん。でもちょっと撮影したかったもんで、もう起きちょっと早く起きた時に、まあ、トイレで起きんやけどね、起きた時にもうそのまま起きようと。あ、クロモス。おんねのこう英語チケットチケットめっちゃ手元でやったんでね。チケットチケット。これはどっちか。あ、本読み忘れとった。雑も忘れとった。50ポイントも忘れとった。明日は3枚で青木だから行くのだ。うまく入れれない、ごめんなさい。入れ方をごめんなさいにしといて、戻す入れ方ですか。戻すのほんともっとこれ端までいけるよね。戻すのは下手ですから。え、これどうなってるの、どうなってるの。また気に、また気になってるやつ。すごい、見て見て見て、ここでちょっとそこまで行っと、これこれもそこまで3段やけど全部ここまでなんだ。これこれどこ行ったの。大丈夫。ちょっとごめんね、ちょ眠くなってきた。やっば、本当に、ね、子供みたいに眠くなるとストンと寝落ちするんで、まあ知っとると思うけど、あれかわいい、ミモザ好き。しまったね、このかわいいやつとこれ、もう好きなこと言ったマジで止まっとった。やべえ、ちょっと一旦ね止めるわ。一旦止めます。あの何回も止まるとやばいね。ちゃんと起きとれっていう話だよね。どっからか忘れた感じで出しとくわね。これを、あ、ちょちょちょ、間違えた？いや、そっちどこまで？違う、もう一段。もう一、え、1、2、3、4段もありました。なので、これをこう置いて。
いんで。ああ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 。諸事情で手を止めてましたこれが3段目、3段目。いろんなのあるのね。全然こういうの持ってないんです。私はフェアリーレディさんのメモなら結構持ってるけど、最近買ってないんよね、もうね。なぜならメモを置く場所もなくなった。実は置く場所もなくなった。何も買っても置けない。だからもう最近はね、最近は自分家で使う上品しか買わない。またメガネ見上げよった見ひんめればなる。泣きかと思ってちょっとゆっくりとお話しなかんといてってお願いします。話してなかんといてっていう、こっちが2つ目ね。どこで、あれ4つ目ね。袋段に入れてない。私はどこやったって足元に置いてましたね。すごくない。私もこれ作ってみよう。ディザピーバージョンとかね。作り方だって見たら作りたくなるじゃん。よいしょ。もうすぐラストですね。入れ方が下手。これもしかしたらこっちかな。どっちやろ。こっちかな。こっちしとこう。本当にいろんな種類があるね。水がないみたいやな。水入れんとこで不定にしとき。もうちょっと待ってね、くるみちゃん。入れに行ってあげるかな。これ取れるんかと思って、今かなり寝ぼけてますなんで取らへんのって思ったら、取れるわけないやないのみたいなということで、すごいポッキーいっぱいのポッキーこういうのもこうやって作って、こうやって袋に入れるといいね。すごく取り出すのが便利っていうのは、私はすごくポイントが高くて、ね。
他になんか出して、ちょっと待ってんだよね。ちょっと出そうと思うんですが、ラスト、くるみちゃんとね、そうだ。ラストでね、1、2、3、4、5、6、7個あったけど、止めとった自分で。じゃん。あら、かわいい。フェアレディーでさ。フェアリーレディーさ。言えてない。はい、クマちゃんのこれ、リネちゃんのはこの思わずそう思ってしまったけど違うかな。これはビシッとするね、同じ。大丈夫、大丈夫、何か出しますよ。裏も見て、裏もかわいい。こっちばっか見とったけど、裏かわいい。よしよし。ほら。ほら。ピーカーと見たわ。好きですし。取り忘れがありました。じゃじゃん。おお。食べちゃっていいのかな。食べちゃいます。おお、かわいい。我が家にも夜柄にも使えるよ。ちょっと嬉しい。こんな高価なものもらっていいんですか。しかも MT さん、 MT さん箱にいるとこ、何それってなるよね。おお、ちょっこいさん乾く。ちょっとね、30分ぐらいに駐車してます。止めて。自分も眠たくなった感じだけど、彼女がね、泣きまくっとったね。何と思って見たら、何でもない。車が通ってこうね。あら、かわいい。あら、かわいい。なんか物とかするな。今ちょっと眠ったりしゃって怒らすしかしたらしい。11匹を止まるとはちょっと思いやぐらい1匹に振り回されてる。表裏の一生懸命こっちめくろうとしとった。かわいい。ボケちゃうじゃなくて、本当にボケと思う。まだありました。全部だねって。きっと気になっとったね、これ。これは何って、かわいい。袋持ったけど全然使ってないわ。なんか
こう一つ一つにさ、ちゃんとさ、なんかこうね、この綺麗にされてるやん。そしたら全部透明やで。全部透明。もう何にも考えてないんだってぐらい。本当に。でラストとかかな。最初に見るかもしれんけど落ちてしまった。あ、また落ちた。せっかく出そうったのに。BGM と思ってください。ちょっとした物音でね、敏感に。あー、かわいい。これどうしよう。これブラシンやんね。ブラシンは綺麗に取れるはず。くるみ。はじき出してる。はい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 。はい、これこれこれ。何もないよ、何。はい、じゃあ、混ぜて。はい、どうぞ。はい、ここじゃ。じゃあ、口舐めるな。口舐めるな。ちょっと待って。マジで。くるみです。うちのアイドル犬ね。ブラッシング大嫌いで毛玉だらけになった。それをハサミで切ろうとするとハサミも大嫌いで逃げ回っとる。なにたっていや絶対舐めやんといて舐めやんといて。だからもしもしやめてください、やめてください。お、噛むよ、せっかく。いやいや、やめて、舐めやんといて、舐めやんといて。はい、何がしたい。はいはい、暴れだした、暴れだした。戻ってけ。おお、お姉さんステッカーです。そこの、お尻にうんちつけとる。なんかコロンってしたが見えた、今痛い。ほら、は言わない。え、何に言わん、言うとる、ほんとに。みんなこのやつ汚しとりゃ、あんまり拭いたったり切ったりするのめっちゃ嫌なのよ。何されたん、前の人にと思ってさ。もうハサミ持ったら逃げ、飛びたい、先に飛びたいで逃げてくって困ってます。次、おしりかしてブン、おしりかしてブン、ブンブンブン。よし、はい、すごい。まあ、ペッツはね、ちょっともうチャラチャラという感じで、こういう感じのが入ってますって感じで。うるさいです。飼い主ぶち切れる。あ、覗いた今のでね、かわいくない、これ違うな、間違えた。こう来て
いいよね、これ見えるのいいよね、すごい使いやすい。ありがとうございます。これで、あれ一個残してる。もうね、コロッと残してないのかな。なんか漏れとったらごめんなさい。くるみと文句言い合いながらで、今間違えてこうやってあげた。そう、え、違うよ、どうやったっけの、え。あ、え、差し込むだったのこれ。すーごー、確かに玉木も止まりやすい。玉木もさ、一個だった。お、すごい真ん中になってる。なんでなるの教えて。私絶対歪むんよ、自分の自宅こと。かわいい、ピンクも嬉しいな。あ、リボンがついとる。嬉しいな。かわいい、かわいい玉ひも欲しいとき、こっから取ればいいよね。よいしょ。え、ちょっと目、老眼鏡で目をこらず、あ、ボタンです。いや、ぷくぷくのクマちゃん。嫌じゃないやん、嫌じゃない、嫌って言っただけで、嫌じゃない。よくさ、俺に日本語が違うと思われたけど、え、うそーって言うとさ、誰がうそ、ありがとうございます。玉ひもめっちゃ嬉しい。そしてじゃん、もうこれ今使わさせて、前髪がうざいの。ほんと後ろを留めるさ、クリップ買ってきたったんやけどさ、なくした。で、とりあえず後ろっていうか前が邪魔にしまって、まあ、ちょっと待っていいですか。くるみの、もう漏れないよね。ちょっと見て、たっぷり入る。たっぷり5センチ。1センチ以上の価値あり、個人的には開くのめっちゃ好き。こうね、バーンできる、こうね、よいしょ。遅くなって。ああ、なるほどね。はい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 。もうこっから先は作り手として見させていただきます。こういう風に作られてるのね。ありがとうございます。この形は元に戻す。ということで、お見よう。はい、あこちゃん、いろいろ出てらっしゃい。この子は出ちゃった。この子とか、ああ。
叫びながら。いいよ、よいしょ。どこにしたいんやな。だからこれ外すべきな。ペーパーね、持ってみて羨ましい。あんまりそういうペーパー屋さんとか、ペーパー屋さんっていうのね、あんま知らんもんね。これも下に入れとこ。かわいいな。はい、ということで以上で紹介終わりたいと思います。はい、続きまして、ちょっと日にち開けてしまったんですけど、今日6月17月曜日、受け取って、はい、フードオーバーして、あの時かなりね、朝で声がボソ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 になってたんでね、聞きづらかったと思うんですけど、すいません。でも本人はめっちゃ喜んでやってました。テンション低そうに見えるけど、ほぼ眠りかけてるので、眠りかけてたあのテンションです。すいません。で、今後の私なんですけど、まず YouTube 活動は基本的に休止お休みさせていただきます。ちょっとね、しんどい、だるい、えらいっていうのが理由です。ちょっとね、心身ともにね、疲れ果ててます。何かをする気力がなかなかね、湧かない。それと、あと、まあ企画とかももちろんね、平袋交換とかポケットレターとかアルティメットペーパーとかで、そういうのも再開してからの話になります。でも休んでる間に一応やろうと思ってるのが、メンシップのプレゼント企画、6月まであったかな、なかったら6月もしかしたらお休みさせていただくかもしれません。で、あと5周年記念、もうね、7月に入ったら5周年じゃなくて6周年になるんやけどね、一応5周年記念のってことで、でき次第ね、プレゼント企画の応募も取りたいと思ってます。それぐらいかな。あとは自分の作ったもの紹介とかも撮影はするかな。それぐらいかな。最後までご視聴していただきありがとうございました。じゃあね、バイバイ。